さあ2匹目の土壌狙ってまたクソゲー実況するで。黄色まんじゅうまだ来ないな、寝坊かな。しょうがないから叩き起こすか。こちら小隊長から隊隊へ、次の地点への砲撃を要請します。目標合計1丸と北緯2丸、準備ができ次第砲撃願います。いやー遅れてすまん、道中砲撃食らってだな。紛争地域にでも住んでんの。先日の遅刻だからそろそろ言及するよ。労災扱いだろあれは、どう見ても。あと何の音だこれ、気にしたら負けだよ。ということで3人で実況していくよ。3人、幻覚でも見えてんのかって。誰だお前は。いやほら後ろで飛んでるやつ。って胸でっか、おいデリカシー。てかこの人が後ろで飛んでる無機物なわけないだろ、常識で考えろ。おなんだおめえ、無機物差別か、このレイシストめ。さあホッケやっておしまい。うおうわー。 5 minutes later。 困ったら暴力を振るうという考え方はよろしくないな。前が、見えねえ。てかホッケはチョコレートよこしたらどっか行ったぞ。くっそこれだから無機物は。さて時間稼ぎの茶番が終わったので本番行きましょ。てかまた同じ機体か。こういう動画っていろんな機体乗り回してなんぼじゃないか。いやね、これには深刻な理由があってだな。なんだよ。こいつばっか使ってたら他の機体が使えんくなった。宿屋だろ病院行け、精神かな。ちなみに今回含めて録画があと4回ありますね。他の機体はないのか。ね、あったわ、こいつ。色違いじゃねえか。さて背景では爆撃機を一機撃墜して2機目と交戦しているところ。本編を背景扱いするなよ。お、そうだ、今回は味方生き残ってるぞ。はえ、何機残ってるの。爆撃機2機で1機が宇宙旅行、もう1機が補給中だ。いねえのと同じじゃねえか。あー2機目撃墜したわ。唯一の見どころをこんなにないがしろにする実況動画見たことねえよ。のんのん、実況が面白くないのなら実況しなければいい。まさにコペルニクス的展開、理系の恥さらしめ。こうして無駄話している間にも3機目と交戦、下から突き上げてくるやつしかいないからイージーゲームだね。なお敵機はこいつ含めてあと5機残ってる模様。このゲームって末期ドイツシミュレーターだっけ。違うがお前がやるとそうなるな。最強がサーガン。ちなみに前回の動画のコメントにこんなのがあったぞ。チソーレー、わめいでないで実力を示せ。よしかみエイムを見せてやるぜ。いくら下手くそでも旋回中なら当てられるだろ。お前もうゲームやめろ。なんすか下手くそがゲームしちゃダメなんすか。下手くそなんだから下手くそらしくおごり高ぶってないで謙虚になれって言ってんだよ。言ってなくない。言ってないけど察せよ。うわなんかパワハラ上司みたいなこと言ってきた。アットホームで和気あいあいとした実況動画です。クソブラックじゃねえか。それにしてもコード優位だったくせして一気に時間かけすぎだろ。負けるの分かってるくせしてちょ細か動く方が悪い。やっと落とせた。これで3機目。おかわりはいります。ワンコそば形式か。戦力の蓄次投入はダメってそれ一番言われてるから。一斉に襲いかかられたらボロ負けするくせに。そうならないように迂回上昇してるんだよな。なお迂回上昇中に味方全滅する模様。もうどうしろって言うんだよ。しかしこの状況でも機種を上げるか。全員ボナンが操縦してるかホッケがよほど舐められているかのどっちかだな。さすがに外さんよな。当たり前よ、敵使いたい。綺麗に両翼へし折ったぜ。編集だるいからダイジェスト。さよなら。なんだ今の。いやー知らない間に残り1機、みんなどっか行っちゃった。しかし相も変わらず見栄えのないプレイだな。もっと格闘戦しろよ。何言ってんだこいつ。シザースとかもっと左右に動けよ。さっきから上下運動しかしてないじゃん。左右。そうだよ、左右。うるせえうるせえうるせえ。左右に行けって言ったのそっちだろ。そういうことじゃねえよ極端だわ。いやほらでも3円機みたいに両極端でも混ぜたら中和できるぜ。お前がやってるのは混ぜるな危険の方なんだよな。というかいい加減うるさいからどっちか止めろ。残った側によっては動画消されるので NG や。じゃ両方止めろよ。いやもう動画終わるから垂れ流しで。で今回これで終わりかよ。うわ本当に締めやがった。